ご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。読み上げのまみぞうじゃ。本日は2021年度リクルートの採用大学ランキングの発表です。今回も、総合職、栄養職、女子一般職などすべてを含んだ数値じゃ。発表を開始いたします。第14位電気通信大学、一橋大学、名古屋大学、東京都立大学、学習院大学、国際キリスト教大学、駒沢大学、上智大学、日本大学、法政大学、立命館大学、第9位筑波大学、共立女子大学、創価大学、明治大学、関西学院大学、第8位神戸大学、第6位東京工業大学、大阪大学、第5位京都産業大学、第4位京都大学、第3位早稲田大学、第2位東京大学、第1位慶応義塾大学。ここまでがリクルートの採用実績上位大学となります。もしよろしければチャンネル登録、お願いいたします。